オーストルファシズムとは、1934年に始まり、1938年にナチスドイツに併合されるまで続いたオーストリアでのファシズム運動である。イタリア王国のベニート・ムッソリーニをモデルとした独裁体制が特徴として挙げられる。首相、エンゲルベルト・ドルフースは1934年に暗殺されたが、1938年まで軍事政権が続いた。ドイツに併合されるまで、オーストリアでは反ユダヤ主義は滅多に見かけられなかった。1929年のウォール街での大暴落に対する対抗処置として、市場経済に対しても国家統制を強めた。オーストロファシズムにおいてカトリック教会は大きな役割を果たし国教として認定された。その理由としてプロテスタンティズムに迎合するわけにはいかないとか共産主義よりマシだったという認識が共有されていたことが挙げられる。この点においてオーストルファシズムはナチスドイツと利害が対立していた。文化についてもオーストルファシズムはフランス革命前のバロック芸術を称賛し、近代芸術を文化ボルシェビズムだと罵倒した。ドルフースが党首を務めていたキリスト教社会党は、現在でもオーストリア国民党として存続している。ありがとうございます。